また、少しでも感じていただければ大変嬉しく思います。森永園線鋼道構えて。戦国時代は戦いの前夜、陣地を照らす鏡に一人思いを熱くする男がいた。城造りの名人、あの藩主藤堂高虎。やーこいつは実は伊勢の町、ほんの死ぬところは我が家でも高虎公は我が代わりに城残すこういうものこそ正義の城、なかなか残念で死ぬか誰でも下打ちに、それが渡辺道。おい、何来いよ。花の人情、美の豪気、伊勢の要の角城主、肌に四重の刀傷、高虎公の鋼道。さあ待ってました、男がやってきました。ヒーロー遅れて登場、堂々高虎、堂々三条、烈戦勝ち抜く脅威のモンスター今よみがえる。次を誰ともした時に花火が新たな音声から散らして極めろ、その道こそが打てる手順なぶ離れの戻し。ご覧いただいた皆さんからしてレイありがとうございました。はい、はい、です。